エンダ大ブは、当地中海縁岩原産の菊花の一年草で、野菜である。和名は菊寺社、苦地社という別名もある。同じ菊なぞくの多年生野菜チコリーと同様に、独特の苦味があるが、見かけは、チコリーと違い非結球レタスに似ている。現在流通している品種は、大別すると葉に、切れ込みのある、ゴールデンハートサマッシュと切れ込みのない丸葉のエスカロール、ダネ。 ブロードリーフバタビアン種に分けられる。緑の葉、または軟白栽培した紅白色の葉を生、または加熱調理して食べる。生産量はフランスとベルギーで多い。日本国内で流通しているエンダイ部はほぼ国内産であり、主な産地は千葉、長野県である。初夏に青い花を咲かせるため、家庭園芸用として栽培されることもある。また、 水耕栽培に適した野菜の一つとされ、植物工場でも栽培されている。人類との関わりは古く、古代エジプトでは、食用、観賞用として栽培されていた。古代ローマの博物学者、プリニュースの著書、博物誌にも記述がある。日本には、江戸時代初期に入ってきたと見られ、貝原駅圏の大和本草にも、公文地子として記載されている。味は、 チコリーとよく似ているため混同されることが多い。フランスでは、シコレということが多く、単にアンディーブというと、普通はチコリーを指す。アメリカ合衆国ではエンダイブを誤って、チコリーと呼ぶこともある。日本でのチコリーは、葉が開く前の状態で出荷されるため見分けはつけやすい。米倉浩二、カジタタダシ BG プランツワミョウ学名インデックス。 2015年5月18日閲覧。世界の食用植物文化図鑑 P176。バーバラ・サンティッチ。ジェフ・ブライアント長。山本則りお観ヒーラギ風車2010年1月20日。第1冊の林水産省、レッツ農業19号関東農政局。国営土地改良事業地区。営農対策委員会事務局農村計画部資源課2015年5月18日。 閲覧 AB 竹政1997ピアニッシモ42から43第2章豊かな暮らしに寄与する光にコと植物植物工場文部科学省2015年5月18日閲覧ありがとうございます